ここ神楽坂では商店街で年に一度川柳を募集しております。まあ、そこで、まあ、採用されますと、神楽坂で有名な毘沙門天っていうお寺があるんですけど、まあ、そこに掲示されるようになっていて、まあ、僕も毎年エントリーしているんですけど、まあ、今年の作品ができたのでちょっと紹介したいと思います。神楽坂川柳。家に着く頃には忘れるワインの名。まあ、これはですね、まあ、神楽坂っていう楽しい街でいろんなワインを飲んでて、でソムリエさんとかにねこういうワインですよって話もいろいろ聞くんですけど、まあ、結局飲みすぎちゃってその名前は覚えてないっていう神楽坂あるあるですね。川柳にしてみました。以上です。